とは、はい、もう尋常なやり方ではないもんで、はい、よく知りません。緊急避難的なものだと思います、はい、そして先ほど福島からの報告にありましたように放射線レベルが非常に通常の確か20倍という話がありましたが、はい、だからそうもしかしてそれだけの量をいっぺんにフィルターを通さずにして出せば、はい、そのくらい上がる可能性は十分にありますよね、はい。ご覧いただいている映像は現在の映像ではなくてですね、午後3時36分です。午後3時36分ですから今からちょうど1時間20分ほど前ですね、1時間20分ほど前に行った福島第一原発でのその、まあ、ガスを抜くような作業で、激しくこのようにそれで圧力が 0.75、はい、75メガパスカルから 0.55 メガパスカルまで、はい、コンマ約0.2 メガパスカルですか、はい、だから2気圧ぐらい このためにドーンと下がったわけですね、はい、あくまでもこれはその爆破弁というものを使った一つの作業であり、はい、その内圧とありますけれども圧力を下げるための一つの作業ということですか、はい、これは危険性というのはどうなんでしょうか。